時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、澤田賢治ライブ2024、木の枝立つ静かなる岩全国ツアー。本日は先週末からスタートいたしました岡山公演の先行抽選、そして残りあとわずかとなった京都公演、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。それでは岡山公演のライブ日程なんですけども、2024年6月1日土曜日、会場は岡山県の岡山シンフォニーホール、会場時間は16時夕方4時から、開演は17時夕方5時からとなっております。チケット代金は全席指定の8800円となっております。手数料は別途かかりますのでご注意ください。先行抽選受付はチケットピアとローソンチケットにて現在受付中となっております。チケットピアは明日3月5日火曜日の午前11時までとなっております。ローソンチケットは来週3月13日水曜日の23時59分夜11時59分までの受付となっております。そして当チャンネルでも先日ご紹介いたしました京都公演ロームシアター京都メインホールの一般販売なんですけども、チケットピアローソンチケットは売り切れ、現在 E プラスのみでの販売となっております。 E プラスは残りあとわずかと全席指定席がなっております。配置屋席はまだ余裕があるみたいですけども、チケットピアローソンチケットではすでにソールドアウトとなっておりますので、お早めにご注意ください。こちらの動画の概要欄に今回ご紹介いたしました各プレイガイドの URL をつけております。よろしければそちらから各サイトに向かってください。こちらの情報は2024年3月4日月曜日お昼3時確認分の情報となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー澤田賢治さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シーレモンでした。お姫ぐらもきつら一人でいい。